山本義信と今永昇太、2人の日本を代表する投手が海を渡ったのは2024年のことだった。山本はドジャースと12年総額3億2500万ドル、約455億円、今永はカブスと4年総額5300万ドル、約77億4000万円、といった契約からは、山本への期待の方が高かったことがうかがえる。 パリーグ時代の2021年から23年まで、史上初の3年連続投手4冠を達成した実力を考えれば、それも当然のことだったのかもしれない。ところがメジャーでの序盤戦とはいえ、ここまでの2人の成績には逆転の現象が見られる。山本はここまで5試合に登板し、1勝1敗だが、防御率は4.50と苦戦している。 一方の今永は4試合に登板し3勝0敗。防御率も0.84と文句のつけようのない成績を残している。2人は右の山本、左の今永と分かれるが、共にストレートを軸に多彩な変化球で三振を奪える投手だ。それぞれここまでの奪三振が山本が30、奪三振率12.27、今永が21、8.86。 とと高いい数字を誇ってるるこかからもわではなぜここまで成績に違いが出ているのか現地記者が解説する2人ともストレートが軸なんですが急速には大きな違いがあります山本は常時150キロ中盤で速い時は157から8キロを計測することがあります対する今永はスピードが乗ってせいぜい150キロ平均では150キロを割ります と急いい速がなくても打たれないというのは一体どういうことなのか。前室の記者はその意外な理由について語る。今永のストレートは打者のインハイへの投球が多い。自分に近いところに投げてくるので打者はそれほど急速が出ていなくても早く感じ、伸び上がってくるような錯覚にとらわれるとよく言っています。なので、 より外目の変化球が生きてきてますでも山本のストレートは外角低めが中心いくら速くてもリーチがある選手が多いので届いてしまう自分から遠いことで急速もあまり感じないまたあまり高めを投げないので高低を使っているとは言い難い部分があります決め球のカーブも低めに来ますからストレートもカーブも低めだからカーブを打たれ始めているし 見送る打者も多い。山本としては、思い切ってストレートをインハイ高めに投げ、変化球は外の低め。高低をもっと使った方がいいでしょう。4月20日、山本は5度目の先発で6回発のクオリティースタート、6回以上を自責点3位以下、を達成した。ロバーツ監督は、6回を投げきったことは良かった。ただ 次回の登板ではストレートの請求をもう少し上げてほしいと注文を出した。思い切ってインコース高めをつけば、活路は見いだされる。